今回は私ロリカさんです。1997年6月14日生まれ、身長160センチ、スリーサイズ169、92、大阪府出身。一度見たら忘れられないほどのインパクトがある田代さんは現在 SNS の総フォロワー数が50万人以上。しかも新人グラドルとくればその人気のほどが伺えますね。もともとは保育士だったそうですが、諸事情によって辞めたようで、そんな無職時代にスカウトされ、2022年11月に事務所へ所属しました。当初芸能には全く興味がなかったのですが、ちょうど仕事もしていなかったので、スカウトされた時は就職先が決まってラッキーぐらいに考えていたそうです。事務所へ所属後ほどなくして SNS や配信などの活動を開始。2023年1月28日に行われた撮影会でグラドルデビューを飾り、芸能人としての活動を開始しました。初めての撮影会では慣れないことだらけで戸惑いもしたそうですが、DVD や雑誌でポーズの研究をして臨んだおかげで無事撮影会を乗り切ることができたようです。ただ、水着を着るのは JS の時以来ということなので、着用する水着も初めてのものばかりだったそうです。家にいるのが好きというインドア派で、休日はこもって映画を見たり本を読んだり、ゲームをしたり漫画、アニメと、趣味はパーフェクト。食べるものさえあれば数ヶ月は引きこもっていられると言いますから、これはもうエリートですね。おまけにお酒も好きで、とくれば仕事がなければ部屋で延々とお酒を飲みつつ趣味に没頭、なんてなりかねない勢いですね。これまでに DVD 2枚をリリースし、まさにこれからといった田代さん。壇蜜さんが好きで、彼女みたいに将来は文章を書いたり芝居をしたりといった創作活動に携わりたいと語っていました。デビュー1年ちょっとで膨大なフォロワーを獲得した彼女のポテンシャルに注目です。このチャンネルでは話題の人物を取り上げていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。